県二地道に架か,かる鉄橋ピークトラムは、香港において運行されている工作式鉄道。香港島の中でも標高が高く、涼しいところに住む英国人のために作られたが、現在では夜景で知られるビクトリアピークへの観光鉄道となっている。花園道駅、山頂駅の間、距離 1.24km、標高差 363m を約10分で結ぶ。 全線が単線で地上を走る。山頂ともずな社有限講師が運営。シャドは最大27度で2両編成の運行。なお、一般的にケーブルカーは勾配区間を走るため車両が平行四辺形状となり、室内は階段構造となるが、このピークトラムの場合は長方形状の上床も平坦であり、一般の鉄道車両と変わらない。 ただし駅停車時の勾配に配慮して、通路は歩幅間隔で逆かまぼこ状の横面が連続する形状になっており、傾斜の異なる各駅での乗降時においても、乗客の踏み面が確実に床面を捉えられるよう配慮がなされている。座席はすべて坂の上方向を向いており、勾配に差し掛かると尻に重さを感じる。座席は山に向かって、左側が二人掛け。 右側が三人がかりの非対称構造となっている。窓上部が開口する構造となっており、空調は設置されていない。また、日本でよく見られる高層式ケーブルカーとは違い、途中駅が路線の中間の行き違い地点を軸に対象に設置されていないため、片方の車両が途中駅で乗降扱いをしているとき、もう片方の車両がホームがない駅間に停車することになる。 現金で乗車券を購入するほか、オクトパスカードでも乗車できる。1926年以前の座席の投級は以下の通りであった。1921年に香港を訪問し、ピークトラムに乗車した日本の公爵で生物学者のトラガリの殿様、徳川義地によると、一等ギップには一人5000円の保険がついていたという。 フォンドールトランスポートシステムリミテッド製のアルミ車体の車両2両固定編成2本が使用されている。1989年に導入されたメタルセクションズ製の車両が使用されていた。途中駅は通常は全列車が通過する。これらの駅で降車するには乗車時に乗務員にあらかじめ申告が必要である。また乗車の場合は 途中駅のホームに設置されている乗車ボタンを使用する。なお、混雑時には途中駅から乗車することはできず、その際は乗車不能の胸を示すランプが点灯し、乗車ボタンを押しても列車を止めることができない。また、ホームの有効長関係からこれらの駅での乗降は各方面とも進行方向を一番前のドアから行う。ウィキメディアコモンズには、 ピークトラムに関するカテゴリーがあります。ウィキメディアコモンズには、ピークトラム120周年記念日に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。